そのローンチとかをね、技術をマスターすると商品が売れるわけです。で、商品を売ることばかりにフォーカスしてしまうと、やがて売れなくなる時が来るんですね。そういう人を私はたくさん見てきます。見てきてます。例えば、商品ですごく売り上げが上がってたくさん商品が売れたんだけど、サービス提供が間に合わなくて、追いつかなくなってしまって、そして次の、じゃあ半年後、1年後に、講座生、新しいサービス提供を受ける人を募集するときに、誰一人、その、前の講座で前のサービス提供で良い結果を出している人もいない。そういった状況が続くとどうなるのか。やがて商品が売れなくなっていきます。消費者、あなたの商品を買う人っていうのはバカじゃないわけですね。ちゃんと見てるわけですよ。で、毎回毎回そのプロモーションをやってるんだけども、いつも出てる実その成功事例出てくる人がいつも同じだったり、あるいは出てなかったり、いつも先生の成功事例ばっかり話して、いつまで経っても生徒の成功事例が出てこない。こういった状況がずっと続いていくと、あなたがどんなにローンチのスキルを学んでも商品が売れなくなってくる。